マホ周りなり、主に子供たちの前で使用してますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃくちゃ自粛してますが、その自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で550作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってます。見ての通りです。はい、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にまとめてるんで、ぜひチェックしてやってください。そして、過去のアニメリアクションに関しましては、再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。ただ、ほとんど消えてます。理由は最後にお話しします。はい、そして来年の9月頃、でかい発表があるんで、お楽しみに。それでは行きましょう。D アニメストアです。見てまーす。はい、3。コアはとりあえずペコラがかわいそうでしたね。気の毒でした、ペコラが。まあ、最後にペコラが壊れて、ね、空を見上げて笑いながら流れ星が見えてね、正気に戻るという終わり方でしたね。花芽がおもろい。ほんま飯の作画がやばい。カツカレーか。誰のペットなのこれ。ハンバーグカレー。またカレー。ザ・タッチか。マヨネーズかけんの。今度やってみよう、これ。僕は一人暮らしの時ね、ほんま金がなかった時はよくグナシカレー1ヶ月連続で食いました。
制定中止料的だしね。7000年前。最初元祖激辛魔界カレー。
しぶき。白い空の赤トップでもやってたね、かき氷ね。アイスクリームシンドロームですね。あだ名をミモリ。
何やこのエセ関西弁は。なぜ？バーコン、焼きそばバーコンってあったな、昔。タイガージェットシン誰かわかんねん。
生駒里奈さんか。なんだっけ、なんとか坂の。
その筋の人から許可取ってないので連れてかれましたね。 そういうお誓いで、ペコラがまあ公園で必死に生きてたらとこに現れたポポロンね。なかなかポポロンクズやったな、しかし。 で、ペコラ様が戻ってきたら私の地位が元に戻るから、始末しに来たで、どんなやつやね。 まあそこにね、まあ優しいですよね、邪神ちゃん。なんだかんだ言ってペコラにねカレー作ってきたのまあこぼされて、ボコボコでしたね。これどうなったんやろね、ポポロンは。ポポロンもどうなる、今後輪っか落として帰れへんくなるとか、そういうオチなんかな。で、まあ最後はね、うちに来なさいよという、まあ平和の終わり方で、まあなんだかんだでペコラと邪神ちゃんは仲がいいのかなという、ちょっとほっこりした終わり方でした。はい、ということで邪神ちゃんとのビッグ6話でした。この後7話は普通に見るかな。ちょっと後でまたチェックしておきます。まあ自分の判断でね、また自己判断で撮るか撮らないかを決めていきましょう。はい、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね、もう僕はほんまに仕事がない状況でね、今アニメリアクションを貯金が続く限りやったろうと思って頑張ってますけども、去年のね、3月27日にバイオレンジャーバーガーデン10話のね、リアクション動画をきっかけに始めたわけで、今1年9ヶ月目ですけども、2ヶ月前の1年7ヶ月目の時に1年5ヶ月分の、動画を失いました。詳しいことは10月5日6日の僕の生配信のアーカイブをご覧ください。で、まあ、ウマ娘を失ったがでかくてね、このミスター2桁の僕が、まあ、相当痛い、大ダメージを負いましたけども、今また一から根性で直して、ほんまこういう工夫しながらね、またやり直してるところですので、ぜひとも皆様のね、ご理解、ご協力、そして5000円、応援ですね、よろしくお願いします。はい、もう僕はワンルームでハート東京というね、アニメリアクターとしてはとてつもなくでっかいハンデがあるんですけども、負けずに頑張ります。やればできる、諦めないよ、見てください。はい、で、一緒にね、アニメ楽しんでいきましょう。はい、なのでね、大量削除したので、再生リストにはほとんど動画がないということです。で、あとですね、僕がその大量削除したことを嘆いた動画があるんでね、またそちらもよかったら、各再生リストに、過去の方のね、再生リストの中に全部つけてあるんで、よかったら見てってください。はい、で、ただ僕はね、大道芸人パフォーマーが本業ですから、ホームページ、PV、これを見てほしいんです。お願いいたします。で、大道芸人に興味持っていただければ、まあ、嬉しいことですし、僕自身に興味を持っていただければ最高です。で、実際に、